フアン・ガリンド、フアン・ガリンドは、アイルランド出身の中央アメリカ連邦の軍人、探検家。イギリスをはじめとする諸外国の侵略に対し、カリブ海沿岸地域やペテン地方の領土保全に、努めるとともに、パレンケやコパンといったマヤ文明の遺跡を調査し、専門の考古学者ではなかったが、先駆的な報告を残した。ガリンドの父親である、フィルモン・ガリンドは、ロンドンの生まれの俳優で、 1799年にアイルランドのダブリンに移り現地の女優と2回目の結婚をし、1802年にガリンドが生まれた。ガリンドはスペイン人の血を引くカトリック教徒であり、故郷アイルランドにおけるイギリスの不公平な支配を脱し、国籍を問わず個国で虐いたげられた外国人に門戸を開く中央アメリカ連邦憲法に惹かれ、1827年に 中央アメリカへ移住した。移住後しばらくは、グアテマラのイギリス領事館で、秘書兼通訳として働いていたが、1829年に、フランシスコ・モラサン将軍率いる自由主義派の軍隊が、エルサルバドルからグアテマラに進行すると、これに参加。中央アメリカ連邦に帰化し、モラサン将軍と、グアテマラ州統領マリアーノ・ガルベスの下で、軍人としての名声を博すことになる。 オモア要塞の守備隊隊長、ペテン地方の司令官、トルヒー横港の司令官として、中央アメリカ連邦のカリブ海側の辺境地帯の領土保全に精力的に活動した。当初はイギリスのベリ、1839年にイギリス軍がロアタン島を占領すると、ガリンドはイギリスへの報復を政府に要請したが、 大英帝国との和解を望む政府は、もはや彼の要請を聞き入れなかった。1840年に、ホンジュラスにおいてモラサン派の権限奪還を目指す、トリニダーとカバーニャスの軍に加わり、1840年1月30日に、テグシガルパ近郊のエルポルテーロの戦いに敗北し、少数の部下と共に逃げる途中に立ち寄った村で、襲撃されて死亡した。 フレドリック・チャットフィールド領事は、外相パーマストン施策宛ての手紙で、ガリンドの死について、次のように述べた。こうして、無分別で有害な意図を持った人物のキャリアは、終了した。ガリンドは、グアテマラ政府の命を受け、1831年に、ウスマシンタ川流域を調査し、パレンケを訪れている。また、同年に、ヤシュハー湖にあるトポシテト遺跡も訪れている。 3年後の1834年にはコパンを調査し、建造物のスケッチや平面図を作成した。棒で、ピカソによると、コパンの疑似アーチ型墓穴の発掘が特に注目すべき成果だとされる。パリ地理学協会の要請に応じて、中央アメリカの遺跡や国々について報告書を作成し、そのほとんどが活字化された。マヤ文明が偉大な文明であること、また遺跡が、 現地に暮らす先住民の祖先が建設したものであること、マヤ文字が音説を表していること、生贄が行われていたことなどを報告書や論文に記しており、部分的に現代の見解に近い主張をしていた。また、それぞれマヤ地域の生誕と東端に位置するパレンケとコパンについてその類似性を指摘している。ありがとうございます。